ジョルジニオ・グレギオン、エミール・ワイナルドゥムは、オランダ・ロッテルダム出身のサッカー選手。ポジションは MF、パリ・サンジェルマン FC 所属。オランダ代表。ロッテルダムに生まれ育ったが、6歳の時に両親が離婚し、母親はアムステルダムに引っ越した。しかしジョルジニオは、ロッテルダムの祖母の家に引き取られ、そのまま、ロッテルダムベストで、少年時代を過ごした。 幼少時代はサッカーに興味を示さず、もっぱらテレビを見て過ごし、体操選手や曲芸師に憧れた。老いとともに、スパルタロッテルダムの試合を見に行った際に、サッカーに興味を持ち、スパルタロッテルダムの下部組織に入団した。スパルタロッテルダムの下部組織で2度の全国優勝を果たしたことから、AFC アヤックスや PSV アイントホーフェンや、 フェイノールトに興味を示されたが、僕はテレビでサッカーの試合を見ないから、スパルタや他のトップクラブの選手なんて誰も知らない。オランダ代表で活躍してるような選手しか知らないから、競合からの獲得オファーには興味がないんだ。僕はスパルタで満足してるしねと語り、7シーズンもの間をスパルタの下部組織で過ごした。その後、フェイノールトの下部組織に移り、 エロイフェルや、ルイス・ペドロなど有望な若手が揃った学年に、加わった。2007年1月、16歳になる数週間前に、エルウィン、クーマン監督が、トルコ合宿に、ワイナルドゥムを呼び寄せ、トップチームのメンバーと一緒に練習した。16歳148日だった2007年4月8日、FC フロー人間戦で公式戦デビューした。 フェイエノールとの最年少出場記録を更新し、この試合のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれている。12月2日、ヘラクレス・アルメロ戦で、リーグ戦初得点を挙げた。2008年9月18日、UEFA カップ予選のカルマル FF 戦、ファーストレグに先発出場して、欧州カップ戦デビューを果たした。10月2日、カルマル FF とのセカンドレグで、 欧州カップ戦初得点を決め、アウェーゴール差での UEFA カップ、グループリーグ出場に貢献した。2009年3月6日、クラブと2012年夏までの新契約を結んだ。2009年7月10日には、オランダのテレグラフ氏によって、AG アルクマール遺跡の可能性が伝えられたが、マリオベーン監督はその日のうちに報道を否定し、 ワイナルドゥムが売りに出されている選手ではないことを強調した。右サイドでのプレーが続いていたが、5年目となる2010から11シーズン半ばに、念願のトップ下でのチャンスを得ると、このシーズンで、それまでのキャリアで最多となる14ゴールを記録。2011年2月27日の FC フロー人間戦では、一人で4得点を挙げた。 4月24日の PSV とのホームゲームでは2得点を決めて相手チームの優勝の望みを打ち砕きシーズン前半アウェーでの10から0の歴史的大敗の雪辱を果たした2011年6月29日 PSV アイントホーフェンへ移籍金500万ユーロで移籍。当初中盤のケビンストロートマンとオラドイボネンの間のフリーマンとしてプレーしていたが ザカリアラビアドの台頭により、ポジションを奪われ、再び右サイド起用かベンチかのどちらかが続いた。2012から13シーズンは33試合で14ゴールを決める活躍をし、翌2013から14シーズンには、キャプテンとなったが、怪我の影響で11試合の出場に止まった。そして、 PSV アイントホーフェン在籍最後の年となった2014から15、シーズンは再び14ゴールを決める活躍を、見せ復活を遂げた。2015年7月、PSV アイントホーフェンから、プレミアリーグの入荷するユナイテッドへ移籍。契約は5年。移籍金は明らかになっていないが、クラブによると、マイケル・オーウェン。 アランシアラーに次ぐクラブ史上3番目の遺跡金という8月9日のサウサンプトン戦でデビューすぐにヘディングでゴールを決めた9月26日のチェルシー戦ではプレミアリーグ2点目となるゴールを決め12月のマンチェスターユナイテッド戦でも得点シーズン最終戦のトッテナムホットスパー戦では2ゴールを挙げるなどリーグ戦11ゴールを記録する活躍を見せたが チームは2部へ降格が決まった。リバプールでのワイナルドゥム2016年7月22日、5年契約でのリバプール FC への移籍が発表された。同年8月16日のアトフォード FC 戦にてリバプールでの初ゴールを挙げ、同年12月31日のマンチェスターシティ FC 戦ではチームを勝利に導く、その試合唯一のゴールを決めた。 シーズン最終節のミドルズブラ FC 戦では、先制点を決め、チームのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献。また、リーグ6位、チーム最多のシーズン9アシストを記録した。怪我人が多く出るシーズンを送ったリバープールにおいて、数少ないフルシーズンをプレーした選手の一人でも、あった。アレックス・オックスレードイコール・チェンバレント、ジェームズ・ミルナーに、 終盤のポジションを奪われ、ベンチスタートが増えていたが、2017から18、チャンピオンズリーグ準決勝のエース、ローマ戦ファーストレグでは、チェンバレンの負傷により途中出場、セカンドレグでは先発出場し、チームの2点目をヘディングで決め、結果的にこのゴールで、ローマに対し2戦、合計7から6、リバプールの決勝進出の立役者となった。 2018から19シーズン、2019年5月7日、UEFA チャンピオンズリーグ準決勝セカンド、レグの FC、バルセロナ戦において、負傷したロバートソンとの交代で後半から、出場すると、2ゴールを決める活躍でチームを2年連続となる、決勝進出へと導き、決勝のトッテナム戦では先発出場、やや動きに制裁をかき途中交代となるも、 チームは2から0と勝利した。2019から20シーズン、エバートン FC とのマージーサイドダービーでゴールを決め、5から2での勝利に貢献した。シーズンを通じて高いレベルのプレーで、30年振りとなるリーグ優勝に貢献した。2020から21シーズンのリーグ戦開始を前に、FC、バルセロナを新たに率いるロナルド・クーマン監督が、獲得を希望し、 バルセロナへの移籍が報じられたが残留した。しかしシーズン中に行われていた契約交渉が不調に終わり結局同シーズン終了後にリバプールを退団することが報じられた。2021年6月10日パリー・サンジェルマン FC への移籍が決定。契約は2024年までの3年間。2007年にベルギーで開催された。 UEFAU-17 欧州選手権には U-17 オランダ代表の中心選手の一人として臨んだがグループリーグでは U-17 イングランド代表と U-17 ベルギー代表に次ぐ3位に終わり決勝トーナメントに進めなかった大会後すぐに U-19 オランダ代表に招集され個人的には能力を見せつけたものの 2008年と2009年の UEFAU-19 欧州選手権はいずれも予選敗退に終わっている。2008年11月12日にはヨハン・ニース・ケンス監督によってオランダ B 代表に招集されたが負傷のために招集を辞退せざるを得なかった。2009年8月の U-21 イングランド代表戦のために U-21 オランダ代表に初招集されたが、その際は、招集を辞退し、9月4日の UEFA U-21 欧州選手権予選の U-21、フィンランド戦で、U、U-21 オランダ代表デビューを飾った。2011年9月2日のユーロ2012、予選3マリノ戦の9-0でリードした86分に、途中出場し、代表デビュー。 90分に代表初得点となるオランダの11得点目を挙げ、ゴールラッシュを締めくくった。だが、ユーロ2012本大会には出場できなかった。2014FIFA フフワールドカップのオランダ代表に選ばれ、ブラジルとの3位決定戦に出場し、ゴールを決めるなど、オランダの大会3位に貢献した。ユーロ二千二十四戦では二千十九年十一月十九日の、 エストニア戦でハットトリックを決めるなど予選中8ゴールを決めオランダの本大会出場に貢献した2021年ユーロ2020グループリーグ初戦のウクライナ戦で先制ゴールを決めて勝利に貢献第3戦の北マケドニア戦でも2ゴールを挙げた2019年5月29日現在ありがとうございます